はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞4をお送りします。でこれでね、助動詞も4つ目で、今回取り上げる助動詞はここのない、そしてぬ、かっこんですね。これについて取り上げていきます。で問題がね、めっちゃ少なくって、ポイントの中に1個でしょ。では表を作るので2問目、そしてこれもこの中から助動詞を探すだけなので全部で3問しかありません。なのでね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってもらって、でちょっとね、いろいろ確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、ポイントの方からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではね、毎度毎度ですけども、ポイントでね、ないとぬについてね、確認していきましょう。で前回たいとたがるをやったんですが、まあ、たいとたがるに関してはほにゃららしたいみたいな願望をね、表すっていうのをやりました。で今回のないとかぬ、まあ、場合によってんをね、使う時もありますけど、これは動作、まあ、動きねとか状態を打ち消す、否定を表します。でもこれも意味、あのね、想像がしやすくって、なんとかをしないとかするってことを打ち消して否定にするでしょ、しないって。だからそういった意味があると、ないとぬんにはね。で動詞とか助動詞のほにゃらら形に接続します。前回のね、たいとたがるは連用形だったんですけど、このないとぬんに関しては消えるかな、これね、未然形に接続します。これも覚えておいてください。ないとぬんは未然形です、接続がね。で表をね、まず完成させていくんですが、ないからいきましょう。でないはまず未然形がなかろです。なかろで連用形がね、2つあって、なくなかって覚えておくといいかなと思います。なくなかで、こっちはね、ちっちゃい「つ」が入るから、なくなかみたいな感じです。で、終始と連体はいつも同じなんで、ないない。まあ、上と同じだね。ないないが来て、で、最後、仮定が、なけれです。で、命令はありません。仮定が、なけれね。で、命令がなしと。こんな感じ。まあ、なけれっていうのは、ないないでしなければとか、そんな感じですから、なけれってね。まあ、仮定は大体、ばをつければ大丈夫なので、そうやって覚えておくといいです。なかろ、なくなか、ないない、なけれです。で、ぬんに関しては、今度未然形もないです。未然と命令がなし。で、ここ、ぬんぬん同じでしょ？だから、あとここ2個覚えればいい。連用と仮定。で、連用に関しては、まず、これ、ぬとか関係ないですね、もう。図です。図。いい？で、最後、仮定に関しては、ねです。まあ、未然が抜くことを覚えた上で、図、ぬんぬんねですね。図、ぬんぬんね。まあ、こんな感じで表を覚えておいてください。で、最後にね、よく出てくる問題取り上げておきます。これはですね、次の、まあ、傍線部、ない。これ、ないがね、5箇所引いてありますけど、このうち、助動詞をすべて選ぼうという問題です。だからすべてってことはね、まあ、2個以上ある確率が高いんですが、これ、ないよね、今回取り上げてるでしょ。で、じゃあ、助動詞以外に何があるのかっていうと、これね、ないは、形容詞にあるんです、ないが。で、今回は取り上げてないんですけど、形容詞の中でも形式形容詞と分ける問題とかもたまに出てくるんですが、今回は助動詞のない、そして形容詞のない、この区別の仕方を覚えてください。で、これめっちゃ簡単です、区別の仕方。どうやるか、キーワードはぬです。ぬ、こいつ、ぬ。ほとんどの問題、まあ、わかんない場合も違う時もありますけど、ないを区別する問題が出てきたら、そのないの部分を全部ぬに置き換えます。なんか一応書いてみようか、ぬってぬでしょ、ぬでしょ、ぬぬぬと、いいね。でぬに置き換えて読んでみる。例えば、あは彼はテレビを見ぬ。これね、ちょっと違和感が出てくるかもしれないんだけど、見ぬっていうのは意味が通じます、見ないってことで分かるので。けれど、日曜日の予定はぬっておかしいでしょ、予定はぬって何みたいな。だからこっちは意味が通らないんです。で、見ぬっていうのは見ないってことで分かるので、これは意味が通る。で
って感じで分けていくと、行けぬ人は先に行ってください。これ行けぬ人って行けない人って意味が通るんです。これちょっとね慣れが必要かもしれませんが、行けぬで通る。次、そのゲームはつまらぬ。俺これ通るって一応分けておいてください。で、今日はあまり温かくぬ、これ意味わかんないね。だから意味が通らない。なんで分けたか、これはですね、ぬに置き換えて意味が通るものが助動詞です。意味が通るものが助動詞だから答えよっしゃあうえと思うんですが、答えはあとうだけです。えはこれは形容詞の一部なんです。なぜかっていうと、これはね特別覚えてください。これちょっと横書きでごめんね。つまらないってこれ一つの形容詞なんです。塊でね。だからこのないが形容詞とか助動詞とかそういうことじゃないの。つまらないで形容詞。じゃあこのない何って言われたら、正しく言えば形容詞、この形容詞の一部って覚えてください。いいかな。このねないの引っ掛けで出てくるのがつまらないとか、あとね情けないとか儚いとか、そいつら全部形容詞なのね。だけど例えば情けないとかは情けないぬに置き換えるじゃん。情けぬって意味が通らないでしょ。だからどうせ通らないから助動して引っ掛けにかからないんだよ。けどつまらないはつまらぬって意味通るんだよね。言うからつまらんとかつまらぬみたいな感じ で意味が通っちゃうんで助動詞って引っかかりやすいんです。けれどつまらないっていうのはこれで形容詞なので、こういう問題で出てきた場合はお引っかけてきたなと思って引っかからないように気をつけておいてください。では今回は中学国語助動詞丸4をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きます。で、次回はですね、助動詞のだとですについて取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。